山外の狂人は狂せることを知らず、生の亡者は亡なることを悟らず、生まれ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 て生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、方々大師空海秘蔵法薬より。さて、今なお語り継がれ日本の歴史を築いてこられた、本日御期日をお迎えになられる偉大なる先人たちの英知に学び、その時代を懸命に生き抜かれた魂の鼓動を享受させていただきましょう。さて、時は遡ることは南北朝から室町時代、第百代国松天皇は持明院と忌み名は元人、北朝五代五円遊天皇の第一皇子、母は通用門院藤原の高子、弘和二年永徳二年1382年6歳で即位し、太政大臣二条義元を摂政に任じた。元治九年永徳三年1392年南北両朝が合一されると、南朝四代大覚寺統合亀山天皇から神旗を受けた。弘永19年1412年皇太子御人親王昭光天皇に上位し、後には後花園天皇を遷祖させ、太上天皇として院政を行った。永享3年1431年に出家し、大家を祖業地と称した。海藻一級宗順は御楽院の節割り、和歌廉歌に長寺、琵琶なども愛好された。1433年永享5年10月の20日ご崩御をなされました。重ねては飛鳥時代、出羽の国は出羽三山の開山者と伝えられる伝説上の人物。王城大使は祖神天皇の第三皇子とされ、王坊は醜く怪異であったため八数王子と称された。どこにあたる聖徳太子について仏法を修行し、般若心経をもっぱら唱えたため、その経文中の往生一切苦という言葉にちなんで、またよく一切の苦を除く力があったところから農場大使の名がある。離脱天皇の代に都を出て巡礼の途に立ち、神楽山、月山、湯殿山の出羽三山を開いたと伝えられる。運慶3年1820年朝廷から昭憲大菩薩の至宝が贈られたが、明治の神仏分離で神道化が強行され、大使を祀る開山堂は八数神社と改称された。641年除名天皇13年10月の20日ご宣言なされました。重ねては奈良時代は発想宗の僧義円僧正は大和の国は高市郷里の生まれ、属性は百済王の子孫一騎士または後氏、両親が観音菩薩に子授けを祈ったところ、芝垣の上に置かれていたという。出家して発想宗の第三殿地方に支持し、703年大宝3年僧正に任ぜられ、仏教界の最高責任者となった。特に興福寺系発想宗の中心をなし、社会事業に活躍した行基、発想宗第四殿となった玄房、華厳宗を開いた老弁、このほか宣教、劉尊など多くの弟子を持ち、日本発想宗の実質上の開祖とさえ評価する学者もいる。龍外寺、岡寺、龍門寺、龍福寺、龍泉寺、龍造寺など、岡龍寺の開山で
元正聖武天皇の代に宮中の内道場に仕え、その功により一騎士に岡野村寺の兜を賜りました。728年神器5年10月の20日ご宣言なさりました。重ねては平安時代は豪気の武将源義満殿は頼義の三男に生まれ、通称は新羅三郎、キューバの達人にして豪三年の役では兄義家を助けて武功を挙げ、後日立之助甲斐の神を得て行部醤油、さらに甥の源義忠暗殺の黒幕とも伝えられる。将の名手にして陸奥へ下る途中、足柄山で豊原の時明に秘局を授けたなどの伝説を生んだ。子孫からは日立の佐竹氏、甲斐の武田氏、信濃の小笠原氏などを輩出。1227年第12年10月の20日享年83歳にてご入滅なされました。重ねては鎌倉時代は臨済宗の前奏、皇后建日前時は後嵯峨天皇の皇嗣、京都東福寺縁に弁言の門に入って具足会を受会、ついで建長寺においてごったん船に随時下野の国那須において当該して雲岩寺を改装したが、彼の功夫を慕って前途が運修した。不楽祖源が来庁するや建長寺円覚寺において彼に参じ因果を受けて法を継いだ。建日は当時横岳総福寺、南方上明と共に天下の二大観路門とは置かれた。門下からは無双祖籍、天眼恵光、太平明順など多数の前傑を輩出し、鎌倉末期の関東前輪の主流を形成した。1316年昭和5年10月の20日享年76歳にてご自宅なされました。うちに仏国王后皇斎国師の死亡が送られました。なのでは鎌倉時代から南北朝期の臨済宗の前奏、祖安領道禅師は道元道本の法を継ぎ、鎌倉円覚寺建長寺に参じる鎌倉法泉寺伊豆吉祥寺を開き、建長寺地北寺の終時となった。天文5年昭平15年1360年10月の20日69歳にてご自宅なされました。本学前時の死亡が送られました。それでは鎌倉時代は中期から南北朝期の曹洞宗の前奏、火山定石前時は元の国総持寺を中心として曹洞宗教団を発展に導いた名僧、元の国に生まれ16歳で比叡山で出家し天台の教学を学ぶ。明仁5年1297年京都で初めて鶏山上京を訪ねて問答し、2年後再び参じて弟子となる。徳治元年1306年32歳で大悟する。正中元年1324年総持寺二世となる。後永光寺に転住した。火山の25鉄と称される。大元宗信通元寂霊ら優れた弟子を輩出して教団の主流を形成する。道元が廃した禅の御意思想を展開した。1366年成応寺5年10月の20日享年91歳にてご入寂をなされました。重ねては江戸時代は初期の関東総奉行内藤清成殿は忠政の長男
以下は岡崎に生まれ、天正8年1580年徳川秀忠の森役となり、関東入国後は宗州高良郡で五千石を事業した。文禄元年92年、大山忠成と関賀州諸務業、慶長6年1601年には関東総務業となり、2万1000石に奉ぜられる。慶長11年1606年1月、家康の歓喜を受け蟄居。11月には赦免された。1608年慶長13年10月の20日、享年54歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は前期の儒学者安藤清庵殿は、筑後の国は柳川藩藩士、川森なり浅川路幕四国、越後は地裁、京都に留学して松永関子に学び、帰国後を持続して藩校に仕えた。信濃新朝の成立に伴い、院の儒学者周春水が長崎に亡命した時、いち早くその学徳を慕って支持し、ひたすら学問を楽しむ講義を結んだ。異国に困窮していた春水のために、白鵬の仲間を割いて送るなど、周囲のあざきりを顧みずにこれを助けた。高潔な徳と学問が世に聞こえて、当時関西の巨樹と称せられた。1701年元禄14年10月の20日、享年80歳にてご入滅なされました。重ねては、江戸時代は後期末期の農政家二宮尊徳殿は、通称金次郎、相模の国は神奈川の生まれ、少年期に父母を失い、苦学して学業に励み、没落した一家を再興、徹底した倹約実践家で、また神道儒教仏教に基づく法徳精神を説いた。小田原藩桜町領の農村復興に成功して認められ、後不祥薬閣の幕臣となる。以後日立の国、その他各地の農村復興に尽力。彼の弟子たちにより法徳者運動が全国的に展開された。1856年安政3年10月の20日、享年70歳にてご入滅なされました。それでは、明治時代の陸軍軍人小川又次殿は、小倉藩藩士小川茜信の長男、定学料を得て大義で台湾出兵に従軍し、陳風連の乱鎮圧、西南戦争の熊本籠城戦で有名を馳せた。大阪広島各陳代の参謀長を務めた後、大佐で参謀本部の局長に就任し、川上総六参謀次長の信任を得るとともに、戦術家としての名声を上げ、今謙信と称された。日清戦争では山形有朋第一軍司令官の下で参謀長を務め、その功により男爵、明治30年1897年中将、第四師団長となり、日露戦争では錦州と南山の戦闘、大石橋の負傷で戦功を挙げたが、療養の凱旋で負傷し帰還した。明治38年大将に任じられたが、やがて休職、同40年予備役に編入、子爵となられた。1909年明治42年10月の20日、享年62歳にて昇天なされました。重ねでは、明治時代の海軍軍人広瀬勝彦殿は、豊後の国は大分に生まれ、海軍兵学校卒業。広瀬武雄の兄にあたり、日清戦争で巡洋艦なにわの砲術長を務める。
一路戦争で巡洋艦秋津島艦長として日本海海戦に参加、八戦艦富士筑波の艦長を務め、明治44年海軍少将となる。1920年大正9年10月の20日享年59歳にてご入滅なされました。朝根では第二次大戦後の占領体制下における日本の保守政治を代表する政治家、吉田茂殿は土佐自由党の竹之内綱の五男として東京に生まれる。同時に貿易商吉田賢三の養子となる。旧民権の志士であり自由党の幹部であった竹之内綱が実父であったこと、イギリスと関係の深い貿易商である吉田賢三が養父であったこと、宮廷を背景とする政界の黒幕である牧野信明が学府であったこと、これらの生活環境が吉田茂に儒教的、英米派的、実業的政治感覚を植え付けた。1967年昭和42年10月の20日、享年90歳にて昭天なされました。戦後初の国葬が営まれました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての戦時尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱、南無戦時尊領。今日という日はもう二度とは戻ってきません。今日があなたの最後の日だと思い、今日があなたの最初の日だと思い、後悔のない一日をお過ごしくださいませ。